ビュイック LPGA 上海3日目12日、チー・ジョン・ガーデン GC、中国6672ヤードパー72。ビを投げて5万越の渋野日向子、写真。米国女子ツアーアジアシリーズ初戦の第3ラウンドが終了した。西郷真央が1イーグル5バーディボギーなしの65をマーク。トータル18アンダーで単独首位に浮上し、 ツアー初優勝に王手をかけた。トータル17アンダー2位に地元のインローニ人、中国。トータル15アンダー3位にはキム・セヨン、韓国が続いた。畑岡奈紗、スポット参戦の森田遥はトータル11アンダー5位タイの高位置。勝南はトータル2アンダー、46位タイにつけた。稲見萌はトータル4オーバー、66位タイ。 渋野日向こと西村優奈はトータル5オーバー69位タイで3日目を終えた。